近年地政学リスクの動向というのはかなり大きく揺れ動いておりまして、それが人権や環境の分野にまで及ぶということで範囲がかなり広がっているという状況がございます。サプライチェーンというこの組織自体はですね、単一で解決するのではなくて、サプライチェーンというのはあらゆる方向から問題解決をしていかなければならない。まあ、従来型のですね、調達管理というものと、この戦略的サプライマネジメント、昨今ですね、この戦略的サプライマネジメントという言葉がですね、非常に重要になってきて